あ、八坂神社。お、いや、聞くない。あ、ありがとうございます。はい、皆さんこんにちは。みのチャンネルみのあです。今日は京都に来ております。後ろに見える、今こちらちょっと振ってもらおうか、じゃあ。丸山公園。はい。はい、今タクシー降りたんですけど、丸山公園からの洋館がこちらの方に見えます。さあ、行ってみましょう。はい。もう出ちゃってるけど、なんとですね、長楽館、伊藤博文さんが名前を付けたそうです。なんかあの人のこれ別荘だったって言うんですこれね。ね、タバコって言ってたかな。タバコを捨てた、うん。東京に住んでる方がなんと京都の別宅でこんなの作っちゃった。もう114年前。はい。明治時代ですね。ですね、アフタヌーンティーがすごい人気で、さっき人がいっぱいわんさかしてたんだけど、今はアフタヌーンティーの時間も終わりそうなので、この辺人が少なくなりました。カフェも。ホテルのチェックインも一応これが正門ということで、はい、はい、ということでじゃあホテルの方行ってみたいと思います。これね、この雰囲気ね、すごいですね。エントランス受付、何ここは何だろうね。チェックインカウンターでもないし、でもそれ違うでしょ。そこピアノバー、ああるの。本当なんか素敵な空間だね。うん、最上階の4階ラウンジの方にご案内いたします。ラウンジ、はい、こちらが4階の、はい、新幹線の車がエレベーターの扉でこちらで変わります。うん、そうですか。古いんだね、じゃあ。はい。はい。はい。楽しいね、ここ。楽しい。うわあ。え、ちょっと写真撮ってる。ほらほらほら。ほら。あ、本当だ。結婚式が。うん。ええー。あれは、あ、こちらがチオミンさんで。チオミンさ、4階のもうラウンジ、お客様だけ、宿泊者だけが使えるラウンジ。ここには4階は部屋数は。1、2、3部屋、もう3部屋しかない小さい部屋なんですが、聞いてきました。なんとですね、このホテルで一番眺望がいいお部屋ということで、402号室。さあ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 、どうでしょう。いや、もうこの風味も、いや、圧倒されるよね、この暖炉と木ね。え、そしてこの眺望、さあ見えますでしょうか。さあ一番右は何が見えます。なんだっけ、あのお寺、地方院ですね。あ、地方院、地方院ですね、はい、そうですね、地方院から、でこちら丸山公園を抜けて一番左側、八坂神社の方まで、まああれが京都の町、あっちの方だよね、うん、はい。でここはね、もう一番いいとこは実を言うと、まあこのね、昔のクラシカルなホテルのこの雰囲気もいいんですが、なんとクラシックホテルなのにお風呂が、だいたいクラシックホテルってほら覚えてる、お風呂が良くないの、うん、猫足とか、そうで、もう真っ暗とか、奥にお風呂があるのが、ほら見てください、ここはですね、眺望同じ方角にお風呂があるっていう、素晴らしい。これ夜も開けて入れるよね。入れる、これは珍しいよ。すごく綺麗、しかも、ね、でここを入っていくと今と同じ、眺望の街並みを見ながらですね、お風呂に入れると。これは珍しいね、クラシックホテルで。なんか綺麗だ ね、 ね、あ、素晴らしいわ、すごいですね、噂が全くない、
グロへのちゃんと、はい、あ本当だ、はい、素敵、もう全身シャワーできるやつが、ジャグジーもついてるって言ってた、ジャグジーもついてる ね、 ね、さあこの辺アメニティはまた男と女が違うのか、そうなの、こっちが女性用で、はい、こっちが男性用、はい、これこの中何これ、これいろいろあの、あもう完全にアメニティ、はい、歯ブラシとか、歯ブラシとかいろいろ入ってる、このね石鹸も全身使える石鹸なんですね、はい、体も顔も、なるほどなるほど、いやー素晴らしい、そしてドライヤー、ドライヤーは何ですか、チェックシン、ドライヤー必ずメーカーをチェックしてる、古い、これだけは古いね、これだけはちょっと古いね、あまり知らないね、あーちょっと古いですね、ノビーやサスンはダメなんですけどね、すいません厳しいですね、はい、で、おトイレは、おトイレチェック、はい、おトイレは、あれ、なんか綺麗よね、あー、綺麗、広い ね、 ね、ちょっと広いね、うん、うん、はい、ね、やっぱり、あの、窓がないからちょっとね、こもっちゃってるけど、うん、はい、そして最後にね、この辺強コーヒー、すごい、あの、温かいのも見て、うん、ティーバッグとかおしゃれな、おしゃれだ ね、 ね、 ティーバッグがね、なかなかないよね、こういうのにつけてですね、飲み物は全部、はい、無料でございます、無料でございます、はい、もう全部飲み物は無料なんですよ、すごいね、おひなやさんやめなさいおひなやさん、どっかの旅館さん、今飲み物は全部ね入ってんですよ、お値段に、これラウンジの飲み放題、そうそう、ね、飲めない飲めない、もう大体飲み放題のところって飲みきれないんだよね、そうね、うん、そうですね、はい、ちょっと一応パジャマが、あ、パジャマ終わった、はい、はい、そして金庫、あ、金庫ですね、はい、いやということで、とても部屋はいいです、さあそしてこれからお散歩に出てみようと思います、こちらからが一般のお客様は非公開になっております、なるほど、はい、こちらからが和室の部屋となっております、はい、ちょっとお仕事をつけください、先いいですか、はい、正面、あ、これがそう、ちょっとお茶室でございますね、へぇ、こちらの前でお履物をお聞きいただきますと、はい、ご見学いただけますので、こちらの前でお聞きください、ステンドグラス、素敵だね、左右にはステンドグラスがございますね、はい、ございます、左が京都の春桜をモチーフにしたステンドグラスでございます、当時のままのステンドグラスでございます、そうですか、右側は京都の秋、紅葉をお持ちしております、紅葉だ、なぜか階段がこんなところにもある、裏階段と申しまして、昔女長さんが物を運ぶ際に使っていた裏動線でございます、すごいね、ちょっとこの後ご案内いたしますね、メインの部屋につながってる階段などございます、つながってるんだ、はい、へえ。でございまして、昔こちらの正面のおなりの間のご縁石が整うまでにお待ちいただいた機械室でございます。素敵、なんか控えも素敵だ。こちらでは初代内閣総理大臣伊藤博文でしたり、大隈重信、海外からのお客様をもてなしていたという部屋でございます。そうですか。方々がお待ちいただいていた。うわあ、すごい。見て、この天井、これすごいね、個人宅でこれ作っちゃうんだね、当時の、はい、当時のバカラ、はあ、一番下のこちら迎賓の間という朝食の会場にもなっている場所が、そちらも一応バカラ社製のシャンデリアのクリスタルを使用しておりまして、そちらも当時のままと聞いております、さあ長楽館のカフェですけども、なんとですね、このドリンク落ちました、いいタイミングで笑いの神様、これ全て無料なんですよ、ね、でも何杯飲んでも無料、このクオリティが無料ってすごい、すごいね、まあ、ドリンクだけなんですが、アルコール以外は全て無料ということで、こちらの方に来ました、まあ、もう食事がね近いんでね、そんなあの飲めることできないんですけども、これはローズと
アールグレーとピーチ。よく覚えてんね。見てこれだって。ストローにもロースで。食べるもんじゃないでしょそれ。これね、うん、多分あのピーチで作ったやつじゃないですか。そうなんだ。それを凍らせてあるみたい。ピーチ、ああそういうこと。すごく素敵。これは珍しくアプリコット。でなんかこれ全部イメージを部屋のイメージでって書いてあるね。面白い。タバコが作った一応長楽館のタバコ、昔のタバコのパッケージ。うん、タバコのパッケージ。どういう意図でそうしてるということでいただこうと思います。島の甘い玉ねぎを使わせていただいておりまして、その甘さをさらにさらに引き立たせるために丸1日かけてゆっくりじっくりと炒めた玉ねぎをたくさん詰め込んでございます。ということでディナーの始めはですね、ここわかりますか皆さん、受付だった場所ですけど夜はバーになるって言ってたね。なんとですね、まずバーに座ってで食前酒をいただくと、そこからスタート。またよく考えてるね、本当に。はい、バー。そしてこれが済んだらまた別席に移動してディナーが始まるということでございます。もち米の粉末ですね、パウダーをまとわせてのご案内でございます。瞬間的な燻製をかけました芝味でございます。粒切ってご用意いたしました。初夏をイメージいたしましてキュウリのソースを合わせてございます。メニューに書いてございますブルドーゼット素揚げというの一皿になります。中にはフィニエルにさせていただいております、ハモが隠れておりまして、上にかかってございますのがここに書いてございます素揚げというものになります。食感を楽しんでいます、うん、でも焦がしバターのいい香りがしてるね。どうですか、ハモ。最初はね、ハモって言われないとわからないけど、途中ぐらいからハモだっていう、いろんな味がするんだけど、バランスが取れてる。マヨとかね、焦がしバターの上のスナックみたいなのとか、美味しいよ。フレンチにはなってるんで、一応。はい、なってます。無事でございます。甘だいでご案内してございます。皮目をパリッと焼き上げました鱗焼きで仕立てでございます。フランスではクリスティアンという仕立てになりまして、英語でクリスピーという仕立てでございますね。なんか食べたね、今年アスパラソバージュ、このソバージュ食べたね、一家でね、そう、なんか日本料理みたいだね、こうやって見ると、そうね、ね、お野菜豊富だし ね、すごい綺麗。はい、お口直しが来ました。メロンのソルベですからちょうどもう真ん中ぐらいまで来たのかな。でもね、ずっと続けて美味しいね。あの、このメロンのソルベも、あれ？メロンだけじゃない。あれれれれれれ。知ってるけど何の味？あれれれれ、メロンだけじゃない。何の味？うん。カモミール、ハーブティーが、そんなの入れてますか。すっごく美味しい。あら、そのびっくりした顔、食べてみよう。
目の前でフランベなんてのは本当にクラシックなフレンチじゃないとやってくれないから、ちょっと逆に新鮮ですね。柔らかそうだね、肉はね。いい顔してるな、うん、いやこれはいいですね。完璧ですね。美味しいですね。完璧ですね。カモナスも2回か、まだ3回。カモナス、昨日の夜もカモナスですすごいね。フロマージュ来ました。ちょっとフロマージュっていっていっぱい来るのかなと思ってびっくりしたんだけど、ウォッシュチーズ1種類で蜂蜜付きで、これは最高ですね。赤ワインがそれで残してあるのかな、これだけ。美味しそう。はい、でキャップを取って香りも楽しんでいただけます。お好きなものを選んでください。はい、5番。あら、来た。あ、来た。バラ来た。バラ来た。ベリー系が入ってる。あら。それでしょ。茶葉を食べたいぐらいの香りです。デザート前にですね、なんかデザートのお口直し。すごいね。酒粕の上に、なんと新生姜。生姜のジュレと。ジュレとエスプーマ。エスプーマ。うん、ね。さあ、これで終わりです。もうお腹いっぱいです。すいません、途中ですね、一回取り忘れております。なんかパフェみたいな形になったんだけど、大満足。だね。おはようございます。長楽館の朝です。伊藤博文公がですね、この眺めを見て長く楽しめるということで、長楽館というふうに名付けたそうですが、タバコ王の村井さん、すごいお金を持ってたんでしょうね。ここ長楽館はですね、伊藤博文以外にでもですね、アメリカのロックフェラーだとか、英国の皇太子とか、井上馨とかですね、もう著名人相当来てるらしいです。一級では4.9以上、4.94 だったかな、96だったかな、ものすごい点数がついてたんで、一体それは何かということをですね、今回確かめに来たんですが、とてもいい場所、施設、最高ですね。サービスももちろん一流です。さあ、これから朝食を食べに行きましょう。いや、この旧館というか、本館がとても素晴らしい。ありがとうございます。私が選んだのがオレンジの絞りで、ほうれん草とか言ったら青汁に見えるけど、ほうれん草、うん、なんかいい、リンゴも入ってんじゃないの。リンゴ入ってるんですよね。そうだね。朝食ですごいなと思ったのは、パンをですね、選ぶというのはよく聞くんですけど、トーストクロワッサン、豆乳パン、いつでも持ってくるということ、あとは卵の焼き方、卵の個数、焼き方も、目玉焼きは黄身が流れるぐらいでもいいですかとか、両面焼きますかとか、そこまで細かく聞いていただいて、あとコーヒーの持ってくるタイミング、どこのタイミングでコーヒーを持ってくるか、そこまで聞くという素晴らしいサービスの朝食です。アメリカンブレックファーストといっても、今スープが出て、サラダが出て、
一皿ずつ食べ終わらないと次が出てこないという優雅な朝食です。うん、なんかたまにはいいね。まあね、ゆっくりだね。アールグレーと抹茶のジャムをフルーツにかけても美味しい。アールグレーは分かるけど抹茶って混ぜてどうなの。面白いんですよ。パンがですね、ここのシェフはですね、片焼きになんかほら白、こっち焼けてる、もうこれが美味しいとなんか自分で思ってんだろうね。サクサクとむっちりと両方楽しめる。両方楽しめるんだね。自家製ソーセージ、レモンピールと、レモンピールと大葉、大葉、大葉、スクランブルエッグ、なんか色がすごい濃いね。うん、平飼い卵って濃いのかな。そういうこと。最後のお皿はフルーツとヨーグルトですね。はい、まあ、ジャムがいっぱい残ってますから、それを使ってヨーグルトを食べましょう。蜂蜜だね。蜂蜜です。蜂蜜ですね。うん、この蜂蜜すごく美味しい。美味しい、うん。フレッシュ。なんかお花の香りがすごくするよ。うん。これで食事が、最後となります。はい、ということで京都のクラシックホテル、長楽館宿泊しました。はい、評価してみたいと思います。はい、環境立地は、環境立地最高ですね。もう丸山公園がね、この目の前にあって、うん、もう行くところ自由に、もうどこ行っても歩いて行けるような場所にあるんでね、うん、もう八坂さんのすぐ裏みたいな感じだよね。で、あと高台なので眺望がいい、ね、もう4階なんだけどすごい抜けて眺望がいい、気持ちいいね。これは最高ランクのほうだ。もう 4.8。 はい、建物施設は、建物施設これがまたね、本館もいい味出してるんでね。新館はもう客室6個しかないような感じなんだけど、もう旧館の本館の方がものすごい100年以上のクラシックな感じがとても良くてですね、いやいい、わ、困って 4.7。 はい、はい、お風呂から行くと、もちろん温泉じゃないです、ホテルなんで大浴場はないです。ただし、こちらの景色のいい方に面したお風呂がついてて、いつでも自由に使えるっていうところなので、お風呂だけはちょっと評価できないよね、旅館じゃないので。ああ、でもホテルにしたら高ランクの方だよね。高ランクってことは 4.0。 はい、はい、で食事で、食事は、フレンチをいただきました。はい、ご覧のように朝ごはんもアメリカンブレックファーストですが、90分たっぷり時間をとって食べました。ね、美味しい、フレンチも美味しい、うん、もう一品一品がよく考えられてる。だから 4.7。はいはい、で最後サービスは、サービスは最高、これも最高、すごかったね、すごかった。もう一人一人の心遣いがとてもすごい。だって客室数よりもスタッフの方が多いんだもん。あ、確かに、うん、だからこれは 4.8 はい、はい、ということで総評価はちょっとお風呂をどう考えるかっていうところが大きくなっちゃうんだけど、うん、でもいい、でも 4.、うん、7で行こうか。はい、はい、ということで高評価、またホテル出ました。はい、ちょっとこういうホテルもですね、旅館とは違うところもまた、行ってみたいなというふうに思います。ご視聴ありがとうございました。